浜松の浴衣や風景の素晴らしさを全国そして世界に知らせようと高校生たちが撮影を続けています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。でもっと上半身こっち書いて。浜松市の神社で撮影をしているのは浜松学芸中学校高等学校の社会科学部地域調査班の生徒たちです。これ高校生が地域を応援する全国コンクール観光甲子園に向けて浜松の浴衣を撮影しています。浜松のことを知ってたと思っていたんですけど、この部活に入って知らないことがたくさんあって浜松の魅力をもっと知ることができました。撮影の中心は天竜浜名湖鉄道の周りです。駅舎と浴衣の取り合わせ、懐かしさとときめきがテーマです。なんで右側にフォーカスアップとして宮でピント合わせて2人きりじゃないんで。指導する大木島先生は生徒たちの青春と等身大の日常の素晴らしさを伝えたいと考えています。今年1月観光甲子園でグランプリを受賞しました。しかしその後新型コロナウイルスの影響で発表の場を失っていました。チャンスが来ました。静岡市の松坂屋で展示会ができることになりました。天竜浜名湖鉄道全39駅のポスターをデパートの人たちの手ほどきを受けながら生徒たちがエスカレーターサイドの展示場に貼っていきました。こういった高校生が地元の魅力を発信するポスターを作る、こういった活動が浜松だけでなく静岡やそして全県そして県外にも広がっていく機会になればなと思っています。自分たちが撮ってる懐かしさっていうのを演出できるように撮ってるので、どんな世代の方でもなんかここ懐かしいなとか自分の記憶と重ね合わせてもらえたらいいかなと思っています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。